はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はちょっと FXR のお話をしようかなと思っています。まあこの FXR ね、もう30年以上前のバイクなんで、まあ少しずつちょっと壊れたりする場所もあったりするので、今日はちょっとねウインカー周りの不調があるので、そちらを直していこうかなと思います。あんまりこの FXR のメンテナンスの動画がないので、まあ、自分の備忘録として、撮っておこうかなと思ってます。整備の動画に関しては本来はプロショップで行っていただくのが一番いいので、これはあくまでもね、自分がこんな感じでやってるよぐらいな感じなんで、ちゃんとね整備したい人、あと整備の仕方わからない人とかはプロショップね持ってっていただければなと思います。はい、では早速今回のメンテ進めていきたいなと思います。で今回のメンテナンスなんですけども、ウインカーがちょっとね調子悪くて、こうやって今止まっている時はウインカーのランプも光りますし、でこの後ろも前もね光るんですけども、まあ、もちろんね左右光るんですけども、ちょっと見えますかね、左もこうやってついているんですけども、アイドリング時はいいんですけども、走り出すとウインカーがついたりつかなかったりすることが増えてきたので、ちょっとこのままだと走れないので、今回ねちょっといろんな人にお聞きして、ウインカーモジュールが怪しいんじゃないかっていうところでウインカーモジュールの交換をしていこうかなと思います。まあ、自分もちょっと初めてウインカーモジュール変えるんで、分からない部分あるんですけども、まあ、その辺はねおいおいいろいろやっていこうかなと思います。では早速、ウインカーモジュール交換していきたいなと思います。はい、で、ウインカーモジュールなんですけども、まあ、自分乗っている FXR は91年の FXR なんで、エボリューションエンジンの FXR になります。で、まあ、一応、今回ね、三重県のマルマスモーターサイクルさんにお世話になってるんで、ちょっとウインカーモジュールないかっていうふうにお聞きしたら、ウインカーモジュールあるよっていうことで、ちょっとね、急遽送っていただくことになりました。マルマスさんいつもありがとうございます。で、これも実はもう新品がなくて、かなりね、探したんですけども、まあ、30年前のパーツなんで、もちろんディーラーのパーツリストに載っている番号で探してもないですし、であとは海外から探すぐらいしかできないんですけども、まあ、ちょっとね今回はいろんなショップさんに聞いて丸松さんに会ったので、今回ね送っていただけるようになりました。で型番が68537-89G というもので、モジュールターンシグナルコントロールということで、こちら純正の、これちょっとね開封してあるんですけども、中身は新品なんですよね。こう一度も使ったことない、ウインカーモジュールがたまたまあったので、本当に奇跡的にあったので、こちらをね今回ちょっと交換していこうかなと思います。では早速ウインカーモジュールの交換を行っていこうかなと思います。でウインカーモジュールはサイドカバーの中入っているので、このサイドカバーをねまず開けていきたいなと思います。で、このサイドカバー開けるんですけども、六角の16/3を使って開けていきます。でこれアレンネスのケースに変えてあるので、ちょっとね純正とは違うんですけども、まあとりあえずね純正もこのケースを開けていかないといけないので、とりあえず開けていきます。まあこんな感じでネジをくるくる回していくだけで、まあ、下にね爪があるので、そこだけ気をつけてもらえばいいかなと思います。でここを開けるときに中にプラスチックのカラーがあるんで、それが落ちないように、あんまり勢いよくやっちゃうとカラーも落ちちゃうんで、ゆっくり外した方がいいかなと思います。はい、ここにねこんなカラーが入っているんで、これが落ちちゃうと探すの面倒くさくなっちゃうんで気をつけてください。でウインカーモジュールのコネクタはこれですね、この裏にこのモジュールが置いてある感じです。でまずこのモジュールの端子を外します。まあ、こんな感じで外れました。そうしたらここに共締めで止まっているので、このネジを外してウインカーのモジュールを取り出します。ここはドライバーではまっているだけなので、ゆっくり外していきます。で、ちょっとねシートも外しておきたいんで、シートも外しちゃいます。まあ、外さなくてもできるかなっていうところなんですけど、ちょっとね今回外しちゃいます。でシートをこんな感じで外していきます。とこの辺に置いておきます。でちょっとね見えづらいんですけども、ウインカーモジュールの後ろに六角で固定されているんで、六角も固定しないとネジ回んないんで、ちょっとね六角固定してやっていきます。で六角はこの8/3であったので、8/3のこっちで止めてネジ回していきます。まあこんな感じでそんな難しくない感じですね。でここも受けが落ちそうなんで、ちょっとゆっくりやっていこうかなと思います。はい、
っとねネジ落ちちゃったんですけども取れました。こんな感じでネジ取れました。であとはもうここに刺さっているウィンカーモジュールを取って交換するだけですね。はい、こんな感じでもともとついていたウィンカーモジュール取れました。もう結構ボロボロなんで、まあ、これはね壊れてもしょうがないかなっていう感じです。はい、ではここに今回新しくゲットしたウィンカーモジュールをつけていきます。まあこれはもう外したものをただ単純につけるんでそんな難しくないと思います。まあこの辺の作業はそんな難しくなくて本当必要最低限の工具でもできる感じですね。はい、こんな感じで新しいモジュールが今ついたのでここにコネクターをまた挿していきますと。はい、カチャッと入りました。でウィンカーつくかちょっとねやってみましょう。とりあえずまだエンジンもかけない状態でちょっとつくかねやってみましょう。はい、こんな感じで一応フロントもリアもウインカーはねついていますね。まあ、あとはこれをちょっとね走って、チェックしていこうかなと思います。でちょっとねこの辺のサイドカバーつけていきたいなと思います。でこのシートは今サドルマンとスピードマーチャントのコラボのシートをつけています。ですがもしかしたらちょっと変えるかなっていうところですね。若干この腰の当たる立つところが若干ちょっとね他のサドルマンに比べるとちょっとね浅いんでちょっとホールド感が足りないからちょっと違うのに変えてもいいかなとは思っています。で締めていきます。でつけた時と同じようにこのサイドカバーもつけていきます。でこのケース非常にもともとの仕様がそうなんですけども非常に薄く作られているのであんまり無理にガチガチ締めちゃうと結構割れやすいって聞いてるんで、まあ、その辺は気をつけていきましょう。まあ、自分は一応今のところ割れてないですけどこのバイクに関しては本当結構古いんで結構ね錆とかもちょっとはあるんで少しずつねまあ綺麗にできたらなとは思うんですけども、まあ、何にせよもうね純正パーツがほぼっていう言い方はちょっと分かんないですけど結構ないものが多いんで、まあ、そこはねどんどん新しいパーツに変えていったりリプロとか、まあ、サードパーティー的な感じのパーツをね対応してた方がいいかなとは個人的に思います。まあ、一部のパーツは多分ダイナとかと一緒な部分もあるんでスポーツスターとかなんでまあ使える部分はあると思うんですけどこんな感じでサイドカバーつきました。はい、そんな感じで今回はこの FXR のウィンカーモジュールの交換をしました。まあ、そんな難しい交換じゃなくて良かったなって気がしますね。まあ、これからちょっとね試運転しながらちゃんと動くかチェックしていきたいなと思います。この動画ではバイクをはじめ自分が興味あることをご紹介していきますのでいいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram もやってますのでそちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。はい、そんな感じで今試乗しながら GoPro 回しています。で一応モジュール変えてアイドリング時は何の問題もなくねこう左右のウィンカー光るんですけどもやっぱり走り出すとねいまいち調子が悪くてついたりつかなかったり、まあ、長押しすればつく時もあるんですけどもまあいわゆるあれですねショベルとかと一緒ですね。ショベルもこのスイッチを長押しするとずっとウィンカーついて離すとねウィンカー消えるっていうタイプなんですけどもそれと同じ現象になったりとかするんでちょっとねこのままだとツーリングとかに行けなくなっちゃうんでちょっと今ね九文勝さんに向かっています。ちょっとね小松さんには急遽の対応になっちゃうかもしれないですけどちょっとね見てもらおうかなと思います。でももし無理そうだったらもう最悪このウインカーバーニのシステム全部交換リレー式に変えようかなと思っています。そうなるとこの辺のスイッチ周りも全部変えなきゃいけないんで結構大掛かりになっちゃうんでそれだけはねちょっと避けたいなと思いつつこの純正のエボのスイッチをね使いたいなとは思っているんですけどもまあちょっとねそれはもう状況見てみないと分かんないんでとりあえずねヒューモンガスさんの方に向かってみます。いやモジュール変えて治るかなって思ったんですけどもこう一筋縄にはいかないところが古いバイクあるあるって感じですね。まあいずれにせよいろんな方法を使えばとりあえずウィンカー周りの不具合はね治るんでちょっと気長に
やっていこうかなと思います。とりあえずヒューモンガスさん向かいます。はい、そんな感じでもう杉並の方に来ました。あと店まで5分ぐらいですかね、そのぐらいで着きます。バイク自体のね調子はめちゃめちゃ調子良くて、オイルもこの前交換したばっかですし、点火も変えてかなりねエンジンとかの調子はすごいいいんですけど、ちょっとねウインカーだけね不具合があるんでね、早く治るといいなと思いながら今ねバイク乗ってます。はい、でもうねちょっと夕方なんで今日中に終わるかちょっとよくわかんないんですけども、とりあえず見てもらおうかなと思います。はい、お店に着きました。ちょっとね見てもらおうかなと思います。ちょっとヒューモンガスさんでいろいろ見てもらいました。で結果的にはちょっとねモジュールの不良じゃなくて、そもそも配線がちょっと切れてる部分があって、そこが悪さしていたっていうことで、プラスの配線がどっかで切れていたんでちょっと補修してもらいました。ヒューモンガスの駒勝さん、いつも遅くまでありがとうございました。でもうねウインカーがバッチリ動くようになったので、これでね、ツーリングも行けるかなと思います。やっぱり古いバイクはねあちらこちらで不具合が起きるのはしょうがないなっていう感じですね。いやでもどうにか治ってよかったなっていうのと、やっぱプロはすごいなっていうのが思いましたね。で次のカスタムの打ち合わせもなんとなくさせてもらったんで、これからねまた FXR のカスタムを進めていこうかなと思います。まあこれからちょっとラーメンでも食べて帰ろうかなと思います。今はこの辺は中野区の南台というところですね。好きな家系ラーメンのお店が新中野にあるので、ちょっとそちらに行こうかなと思います。武蔵屋というラーメン屋さんですね。